話というか、なんというか。まあ平たく言うと、すみません、我が行けばいいんですよね。本当気づくのが遅くてすみません。いってらっしゃい。イカルガ、戦う前に一つ聞きたい。ムラクモさん、何でしょう。お前の貧民街の友とは抜け人の黄泉のことか。ええ、そうです。そうか、それは奇遇だ。黄泉は我の幼馴染でもあった。でしたら貧民街の再開発計画の件は。それとこれと、黄泉は悪人だ。善人の我が力になることはできん。そんな、前にも言った通り、我に何かを要求したければまず我に勝つことだ。そうですね、わかりました。私、黄泉さんのためにも必ずあなたに勝ってみせます。うん、あくまで友のために刃を振るうか。ムラクモさん、行きます。来い、イカルガ。ムラクモ、人工夢、イカルガ、舞い忍びます。鎮魂の夢に舞い散る。おっさん、できる、できる。ここまで、私には叶いません。まだだ。まだだ。投げる。さあ、ここまで。まだ。きます。やっ。まだだ。悪い。ここまで。はっ、えっと、えっ。悪くない。はっ、そう。ここまで。終わりじゃない。遅い。忍び転身。秘伝忍法コタロ忍び転身。秘伝忍法なんのこれつけ。秘伝忍法なんのこれつけ。実にたやすい。我の勝ちだ。まだ私は負けるわけにはいかない。黄泉さんの故郷を守るためにも負けるわけには。
イカルガ。もう十分だ。貧民街の再開発は中止にするよう。本当ですか？あの場所は我にとっても故郷だ。それに言うことを聞かなければお前は死ぬまで立ち続けそうだしな。我はお前を殺したくない。ブラクマさん、我はもっと戦ってみたいのだ。お前やヨミともっと戦ってみたいのだ。ええ、そうですね。私も同じ気持ちです。それに戦うだけじゃなく、たまには一緒に食事をしたり、ゆっくりお話もしたいです。ダメですか？いいえ、ぜひお願いします。ブラクモさん、善も悪も関係なく、同じ忍びの友として、今度は三人で会いましょう。おそらく何かの手違いでこんなひょっ、あれ、少し強くなってしまったようで恐縮です。